内閣総理大臣君辞。南スーダン国際平和協力隊待機受付金採使。内閣総理大臣として一言激励の言葉を申し述べたいと思います。え本日は現地調整に当たられる名目通る一等陸佐、接災地を務められる坂マテルを 二刀陸佐はじめとする隊員諸君に3つの言葉を胸に刻んでいただきたいと思いますその第一は期待です南スーダンは世界の中で最も新しい国昨年の7月に独立したばかりの国です独立するまでには長い長い 困難な時期がございましたもちろん国づくりは自らの手で行うべきものだと思いますでもそれだけでは足りない国際社会の援助が必要であるこれは国連の万機分事務総長からも我が国に要請をされました特に期待をされているのは諸君がまさにその任に当たる 道路をはじめとすするインフラ整備であります南スーダンの国民が熱い一線を送っています。国際社会も熱い期待を持っています。この期待にぜひ堂々と応えていただきたいと思います。二つ目は感謝であります。昨年3月11日、我が国は東日本大震災という 大きな困難に見舞われましたその後160を超える国および地域から温かい支援が寄せられました我が国も懸命に復興しなければなりませんが同時に内向きにならずにグローバルな課題にも果敢に挑戦をし国際社会に感謝の気持ちを まさに身をもって示す今回はその第一歩だと思いますその恩返しの気持ちもぜひ献身の汗を通してお示しをいただきたいと思います三つ目は誇りですこれまで我が国の自衛隊は五蘭高原や東ボールやハイチやさまざまな国際平和 協力活動に携わってままいりましたその規律の高さと確かな仕事ぶりは国際社会から高い高い評価を得てまいりましたそれは我が国自衛隊の誇りであります日本国の誇りでありますその誇りを胸にしっかり秘めて職務に当たっていただきたいと考えております遠いアフリカの地 困難を伴うことも想像されます本日、お集まりの皆様のご家族の皆様におかれましては、ご心配をされているかと思います。隊員全員が安心して円滑に任務に当たられるよう、政府としても全面的に後押しをすることをお誓いを申し上げたいと思います。期待とと感謝と 誇りを胸に、見事に任務を完遂し、笑顔で全員で元気にその報告に来られることを心待ちにしていることを申し添え、私の訓示といたします舞台、気をつけ、指揮官のみ敬礼。